型正影屋敷です。まあ、ここはですね、あまり屋敷にも近いですし、そうですね、武田館から言うと、まあ、南側の他の、まあ、家臣の屋敷と、近いところになります。ちなみに南西の方には、小太郎政、今の梨台のところですよね。ちょっとそこは本当は中なんでしょうけど、まあ、敷地内でちょっと入れなくて、看板は玄関の、表玄関のところに、梨台の玄関のところにありますよね。で、山形正影銀行のここの、屋敷の跡はですね、ここが住宅地というか、学校になってまして、その入り口のところにこの看板が立っています。ですから今は敷地内というか、まあ、学校になってるんだと思うんですよ。そういう感じで、こちらにありますよね。だから結構広い感じには見えますけどもね、平坦な先ほど の、信門公の屋敷とかに比べれば、低いところ、平らなところに、ある感じです。はい、山形正影公の屋敷跡でした。